唇の魅力を読み解く1位、平野史洋、新たな挑戦と共にてる。2024年の唇が魅力的な芸能人をめぐる興奮のランキングがついに発表されました。今回は、モデルプレス国民的推しランキングによって浮かび上がった、唇の日、特集、その魅力を深掘りしていきましょう。1位、平野史洋、新たな挑戦と共に輝く。 モデルプレス読者が選ぶ唇が魅力的な芸能人で見事1位に輝いたのはイブ・サン・ローラン・ボーテのアジアアンバサダーとして活躍中の平野ノ仕様。彼の唇は YSL の CM で放映されるリップの魅力に心を奪われるファンが続出。その美しい唇が彼の個性を一層引き立てています。平野ノ仕様は YSL アジアアンバサダーに任命され裏切りと挑戦を求める姿勢を見せています。読者コメントにも YSL のアジアアンバサダーになっただけあり、魅惑的な唇の持ち主です。いや、リップを塗っている姿がセクシーでしたといったファンの声が寄せられています。平野仕様の唇が、新しい美の概念を切り開いていることは間違いありません。2位、草川拓也、ベビーフェイスに入える厚み。超特急の草川拓也が2位にランクイン。彼の特徴的なベビーフェイスに入えるのは、少し厚めの唇。 テレビドラマやキスシーンでの演技が視聴者を引き込む一方で、唇そのものも注目の的となっています。読者コメントには、あのベビーフェイスに熱い唇は魅力しかない。いや、拓也くんの唇の魅力が注目されていて嬉しいですし、本当に素敵な唇ですといった声が寄せられています。草川拓也の唇は、彼自身のコンプレックスからチャームポイントへと変化し、美の多様性を示しています。3位。 池崎正人、知性とセクシーな交差。INI、INI の池崎正人が3位にランクイン。彼の端正なルックスを引き立てる唇は、存在感たっぷり。サインにも唇のマークを入れるなど、その魅力にファンが引き込まれています。読者コメントには、整った顔立ちにセクシーで存在感のある唇がとても魅力的だからといった意見が寄せられています。池崎正人の唇は、見た目の魅力だけでなく、 彼の低音ボイスや知性を感じさせる発言との相乗効果で多くのファンを惹きつけています。唇の日特集、個性豊かな芸能人たちの唇から感じる魅力。このランキングは芸能人たちの唇から感じる魅力だけでなく、その背後に潜むストーリーや個性にも焦点を当てています。唇がもたらす多様性と豊かさを通じて、我々は美の新たな側面を発見し、共有していくことでしょう。あなたが思う。 唇の魅力的な芸能人は誰でしょうかコメント欄であなたのお気に入りを教えてください。